吉田さん、まあおかげさまで、アフィリエイト報酬もまあなんだかんだいろいろ入れてね、セミナー収益とか入れて、まあ1億円を3年で突破することができました。暗号通貨に関しましては、今回カルダナエダ日本上場なんですけども、もうすでにね、以前から世界での上場で、大きな含み益を得ていて、まあおかげさまでこちらの方でもね、まあ奥に手がかかってるなと。まあカルダナエダプレセールで買った方はみんなね、まあ送り人って言いますかね、1億円の、まあ、なんていうか含み益になってるところと、あとはね、買った単位によっては自由送り人って言って、自由な人みたいなね、自由送り人っていうらしいですけどね、そういう風になってる人がいるということらしいです。まあ暗号通貨に関しましては本当単なる運なんでね、で銘柄が例えばね30ぐらい出てて30分の1くらいで当たったみたいな感じなんですよ。だから宝くじよりは随分と割がいい宝くじを買って当たってるってことなんで、これね、だから気をつけないといけないのは、カルダナエダを自分は分かって買ってました、上場で儲けました、だから私の情報はすごいんですっていうふうに言う人ですよね。いや、私は本当これカルダナエダなんて、まあたまたまでしたからね、しかも疑ってましたからね、どうせダメだろうみたいな感じで、で徐々に理解していって、あ、大したもんなんだなと思いましたけども、カルダナエダの営業マンははっきり言って買わなきゃ損だよの繰り返しだったんでね、うん、だからまあ強引に進められてよかったなと思いましたね。そう考えると、暗号通貨みたいな投資案件のね、あやふやなものよりもビジネスで一山当てるっていうのは、ご利用しして進めるぐらいの価値はそこにあるんですよね。 YouTube 無料、ブログ無料、 SNS 無料なのに多くの人とつながって、そこで商品が売れると。やっぱりね、商品っていうのは誰かが買いますから、人がいるところにビジネスありなわけなんですよ。だからここの関係の人には物を売らないでおこうっていうのは、クリーンなように見えますけども、無責任なんじゃないかなと思いますよね。だって売ろうとする商品って自分が認める素晴らしいものじゃないですか。それを仲がいい人に優先的に売っていかないと、紹介していかないといけないところを、仲がいい人には紹介せずに、誰かが偶然買えばいいなみたいな感じで、不特定多数の人が行き交うところにポンと投げるみたいなね、うん、だから私やっぱりね、視聴者さんとか読者さんとか目の前にいる人の信頼関係を高めれるかどうかってことがすごく大事で、高められたら商品は売れると。その売り上げってのは信頼関係が数値化したもんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ですので、信頼関係構築が苦手な方はなかなか物が売れないし、お金に困るし、お金を貸してくれる人もいないしみたいな感じですけども、やっぱ商売が上手な人って、そう、仮に私がね、誰かに100万円貸してってたら、ポンと貸してくれるんじゃないかなと思うんですよ。で、100万円の売り上げを上げることと100万円を借りることっていうのは、キャッシュフロー的には同じなんじゃないかなと思いますので、うん、やっぱりね、ビジネスが得意な人はお金が借りやすいっていう、そんなことにもなってくるかなと。で、ビジネスもあまりうまくいかないと、お金もあまりね、人が貸してくれないっていう方は高利貸しの方に行くしかない、消費者金融の年利 18% 以内のところに突っ込んでいくってことになっちゃうのかなと思いますよね。まあそれにしてもね、いろいろあるもんですよ、世の中ね。そういえばね、例の事件って言いますと、工藤会の会長とナンバー2、このお二人がね、野村さんっていう方と田上さんっていう方でしたかね。で、今回私から見ると結構強引なね、判決、死刑と無期懲役っていうのが降りたらしいですね。これが何が言いたいかっていうと、これがもし認められることになると、いくらでも過去を訴求してですね、いくらでも小さな事件をそのトップの人に追及できるってことになっちゃうんですよ。なんかね、だから会社の社員がなんかね、盗みをしました、痴漢をしました、社長も同じように裁かれますってことになっちゃうんですよね。本当にこれ、使用者責任っていうのはいいんだろうか。一定の抑止力を持つんだけど、ここで判決が確定すると、もうこうなったらね、警察、検察、司法のやり放題っていう時代が来るんじゃないかなと思うんですよ。どんな人でも逮捕できるとかね。例えば家族っていう単位で考えると、子供がやったことを親には問えないっていうところがあったり、まあ保護責任者、保護監督者責任なんとかっていうのはあると思いますけども、保護者としての責任はね。でも子供が30代40代でやってしまったことを親が責任取るみたいなことがずっとつきまとってね、それこそこれは恣意的な何かね、謀略に用いられるんではないかなと思いますね。まあそういう意味で言うと、今回の、
工藤会、この判決ってのはまあ波を荒げそうだなと思いましたね。だいたい検事総長の黒川事件もあったんですけども、司法も闇すぎますね。もう共産党と言ってもいいぐらいね、怖いところがありますね。じゃあ本日は以上です。